ねえじゃん、あれ。あ、ごめん、ネギ入れたから。夢ある。足滑ってる？滑ってる滑ってる、完全に滑ってる。これはちょっとどうにかして、赤いところ滑れないんだけど、白いところは完全に滑ってるから、もうちょっと柔らかい足裏の方がグリップするかもね。ここで曲がっちゃいます。アウトライン全然見ます。もう絶対気分だ、転びそうになったらお願い。一番いい状況です。問題なし。あ、これは濡れてない。もうあったんだ。面閉じちゃおうかな。閉じたら何か起きます。こんなもんでいい。3分。まあ、飛び出るのは5分ぐらい。あ、ちょっと、2分30秒ぐらい。あ、いや、まあ、まあまあ。少し前から撮ってた。どこまで歩かせよ。ギリまで。って言うまでなんですよ、サーボが。それはちょっと、あ、まあ、これはさっきの足上げ量ですか。45新しく入れてもらった45。やっぱ多少上げないと段差にはすることできないから、うん、でもどう考えてもなんだあれ
50センチ毎セックが超えてないと思う。だね。てか人間の手動でこれだから、そうどうかなと思う。赤のタイルは良さげだね。なき、ちょっとこの葉の上。動画でいいですか？あ、動画で。今資料用に固定動画撮りました。ちょっと結構この台が使えたりして。よし。上がってったら投げ捨てていいですかってちょっと待って結構あっちでしょ。上がってくるんですけど抜く風が高松さん的に不安を感じたら抜けばいい。俺が持ってるから。いやまだ大丈夫ですけど。めっちゃ葉っぱ多い。まずその絵が欲しい。その絵が欲しい。確かに。それあれだよね。三脚さ、それに合体しておけばよかったよね。そうだね。つけましょうか。あの百均のジャバラのやつかな。ただちょっとガタガタが激しいかも。順調だね。まあ、だからもっと投げていいか。コントローラーよりも投げていい。ちょっとその辺の爪はどうするかってところ。とりあえずこの赤い床を見ていくわ。ここはいいですね。雨降るとちょっとまた変わるかもしれないけど。まあ、そもそも雨降ったら歩くかどうかなと思うぐらい。雨上がった後ってタイヤが一番ちょっと。いやでもタイヤ型と違うんで。あれですよ、慢性的なミューの話じゃなくて瞬時ミューなんで、これは対抗する方法はいくらでもあるんで、タイヤはチャリンコは滑るけど人間滑んないと、これはいくらでも色のついてるスパイクのような工具の存在を、これだな、ああいうの。
あと結構これ実はコントローラーで投げられる限界っていうんでやられてる。面白い。じゃあ目が低く。怖い。こっちはどうですか。まだ見えません。動きでわかるんです。ちょっと今一瞬。後ろから来ますので、ちょっとだけ開けてもらっていいですか。あ、うまくごめんね。あ、まだいいですよ、まだいいですよ。そういえばいないですね、今日。あそこに負けたか。今のところ聞いてる話ではまだ外歩いてないっすよ。安全審査を取ったけど、外歩いてない。何今の。いや多分ピニオンが回ってる。ピニオンが、あ、ちょっと屋根落としました。滑っちゃってる。これ電池切れる。はい、あ、どうぞ。テンポ83度3番。はい。こちら膝です。でもあっという間に温度が下がっていく。78度。でも電圧 19.9 ですよ。これ本当なのかな。これ15ボルトぐらいまで下がらないとプープー言わないはずなんですけど。そうだね。どうするか、そのまま。もうちょっと歩かせてみます。一流の一陣が行ったから、はい、もうちょっとだけ電っていうんですか。今20ボルトに振ろうとしました。ああ、要は負荷かかってたからです。はい、うん、特にこれだってこっちは反対なんで、はい、あ、こっちの前があった。これは DC 入ってるでしょう。多分やっぱ温度でプープー言ってたんですけど、電圧は全然問題ないです。19.6。電圧 19.6。 電圧 19.6。 はい、まあ、まだ1ボルト、2ボルトしかダウンしてない。電圧だったらかなり余裕。うん、おっ、これ省エネ説実証されたんじゃない。省エネ説が。え、なんか書いてなかった。
あ、だい、あ、ゼが省エネなの。そう。そう。だってダイナモよりもバッテリー見たら分かるけど、この体のサイズでダイナモの半分だから。半分ないんだよ。まあ密度があれだけど。ダイナモあのサイズで4キロあるから、こいつ10キロで軽っちゃ軽い。ああ。まあ大体ちっちゃいもの効率悪いし、その可能ならばファンつけますか。そうですね、膝ファンですね。頑張って、こっち側なんかこういい感じに真ん中に戻る。そっちあり、はい、下手したら水たまりかもしれない場所ですか。ちょっと高松さん、道はい、19.0、 バッテリー電圧 19.0、 テンプ3番76度、テンプ3番76度、はい、距離にしてどれくらいだろうな。いや、まあ最初からって話でいくと、もちろんそりゃそうなんだけど、時間は17分です。だいぶいい感じの音鳴らし続けてる。82度、3番テンプ82、3番テンプ82、膝、一回サーブ切りましょう。サーブオフします。俺があんまやってちゃいけないんだけど、すいません、しょうがない。じゃあ一回動画切りますか、ここで。で